妻は日本海軍の砲艦。元は旧イギリス海軍が用砲艦インセクト級モスモスで太平洋戦争の戦利艦。艦名は神戸市の継承地、妻にちなみ命名。この名を持つ日本海軍の艦船としては2世紀目。日本海軍が運用した川用砲艦中最大の艦だった。九百十六年にイギリスのサンダーランド造船会社で竣工。 太平洋戦争開戦時、モスは修理のため香港のネイビーヤードで入居していたが、日本軍の攻撃が始まると行員が逃走し、修理不可能となった。そのため、手法以外の方は取り外され陸上げされた。その後、モスは1941年12月11日、もしくは12日に、ドック内で自沈した。香港占領後、日本の海軍第二工作部が修理。 1942年7月1日に日本海軍の軍艦席に編入され、スマ命名へ、砲艦に類別された。佐世保陳述席で、シナ方面艦隊、第二図解主艦隊に編入された。艦長、朝日達夫少佐が着任したが兵装が十分ではなかったため、朝日少佐指揮のもと7月20日から上海で工事を再開した。内容は武装の強化。 環境の大型化、兵員室及び通風塔の設置等で、これらの工事は10月3日に完了し、以後、超高流域の紹介作戦等に参加した。1943年7月、香港で修理中に3日間にわたって、空襲を受け28日には、爆弾1発が資金弾となったが不発だった。1944年12月26日には、 安喜びで敵機の重爆撃を受けて、後部の2 5ト、mm、ル機銃座が破壊された。これにより1名が即死、負傷者のうち2名も入院後死亡した。1945年3月14日、妻は、なるみと共に、上海から安喜びへ向け出港。総会作業のため行員で一時待機し、3月19日に出港。同日十五時十六分、妻は、 天猿橋の下流に帰りで食らい、沈没した。乗員は、鳴海に救助された。1945年5月10日、除石。1944年10月1日以降は、法官長。朝日達夫少佐、中佐。1942年7月1日から1944年10月10日、田中か平次中佐。 1944年10月10日から1945年4月1日、ありがとうございます。